ハンターの皆さんこんにちは。モンスターハンタープロデューサーの辻元です。アシスタントの福田萌です。いやー、萌ちゃん復活しましたね。はい、ね、前回はいきなり欠席ですもんね。いきなりちょっとお仕事の都合が合わずで申し訳なかったんですけれども、はいはい、このまま来てくれないのかなって噂がちらほら出てましたけど。いやそんなことはないです。で前回があの椿彩菜ちゃんが、ね、そうです、彩菜ちゃんがやってくれてアシスタントをやったということで、はい、もう彼女は職人ですから ね、 ゲームねガチすぎるんですよね。ガチすぎる、もう熱くなりすぎて。そうなんですよ、もう女子の中ではもうなんだろう、手に負えない存在ですね。そうなんですよ、もうゲームと結婚するのかなみたいなもうそういう感じの域に達してますよ、ね、いやいやでも、ね、おかげでねちょっとまた違う雰囲気で、あ本当ですか、盛り上がったんですけどね。あよかったです、ね、はい、はい、ではこの良造のお部屋について簡単に番組の説明からお願いいたします。はい、ですね、まあこのモンハンラジオ良造の部屋っていうのはですね、はい、まあ、僕がまあこのモンハンを通じて知り合った方々で結構いろんな方がおられて、うん、本当に楽しい方ばかりで魅力的な方ばかりなので、そういう僕の中のいい人をちょっと呼んできていろいろモンハントークをしてみたいなという番組ですと、はい、そうですね、いうとこですね、はい、はい、で今回も素敵なゲストの方をお招きして。そうです、そうです、僕の大好きな人です。そうですか、はい、ということでそろそろいらっしゃる頃だと思います。お入りください。どうもいらっしゃいませ。はい、ということで今回のゲストはモンハンファンなら誰もが知ってる有名ハンター、俳優の岡田義則さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。いやいやいや、どのタイミングで来てもらおうかとは思ってたんですよいつ呼んでもらえるかと、僕もいつにしようかと思ってたんですけどね、はい、ちょっとね今日は結構ねいいタイミングなんです。そうなんですか。これはね後ほど分かるんですけど、はい、あ気になりますね。はい、はい、というところで ね、 岡田くんが来てくれましたと、はい、いうとこです。では岡田さんお座りになってのんびりしてください。はい、のんびりしましょう。はい、モンハンラジオ良造の部屋、この番組はカプコンの提供でお送りします。トライ G が大画面 HD 画質 5.1 チャンネルで楽しめる。インターネットを通じて遠く離れた全国の借り友と協力プレイが可能。しかもチャットで戦略を練りながらプレイできるので、全国の借り友たちと楽しく借りまくろう。 Nintendo 3DS 版とのセーブデータの共有やローカル通信での協力プレイなど連携機能も充実。モンスターハンタートライ G HD バージョン好評発売中。はい、改めまして辻元です。アシスタントの福田萌です。今回は岡田義則さんをお迎えしています。アシスタントの岡田義則です。あら、アシスタントが増えましたね。また本当ですね、ライバルがどんどん増えて。あらあらあら、大丈夫かしら。私これまた萌ちゃん休み気じゃないですか。このポジション譲りませんよ。大丈夫ですよ。はい、というわけでせっかく来ていただいたんで、うん、ね、この薄汚い部屋の中で。とんでもないですよ、賑やかな部屋ですよ。賑やかですよ、これ、ね、いろいろ飲み物ね。飲み物はいっぱいありますね。岡田さん何飲みますか。僕ですね、いろいろあるんです。なんかいつも変わった飲み物があるんですよね。高級なこのキウイ、あ、キウイジュース、いいですね、キウイゴールド 100% キウイゴールドを飲む。これじゃあ岡田さんはキウイゴールド。キウイゴールドです。すごい、このじゃあ狩り男の、狩り、あ、そうですね、この狩り男、これもね、あれです。りょうさん何飲みますか。これりょうさん何飲みます。何でしょうかな。ワイナリー。ワイナリーまた出ましたねこれ。あ、それこれなんですか。これアサイーです。あ、僕これ行ってみます。アサイー行きますか、うん、これ健康にいいです。これ行ってます。自分の部屋なのにわからないけどね。アサイー、アサイーなんですか。これアサイーって何ですか。なんかポリフェノールがすごい入って。うわ、すげえ、ドロドロだ。なんだそれ。え、でも美味しい。絵の具みたいな。うわ、すげえ、ね、紫のちょっと濃い感じなんですよね。なんかね、絵の具みたいな。これトロントロンですね。これすごい美味しいですよ。私好きで飲んでます。あ、飲んでるんですか、うん、これ。
なんか高いところにしか生えない、うん、生えないっていうかならない果物みたいで、うん、あ標高がってことですか、あの木の上のすごい高いところ、ね、だから取るのが大変だから、うん、すごい付加価値が高いみたいなこと、そうか身長が低いとダメなの取れないやつ、栄養がすごい豊富みたいです、私ちょっとトロピカルティーをいただきます。これすごいな、本当に美味しいんですか、ね、見た目はだいぶちょっとグロいですけど、ね、すごい怖い、はい、じゃあ皆さん、はいはいはい、じゃあ乾杯しましょうか、乾杯します、はい、ご無沙汰してます、乾杯、あ、美味しい、美味しいですか、美味しい、ジョーさんは大丈夫ですか、うん、キウイどうですか、キウイゴールドも美味しいですよこれあ、美味しい、これ美味しい、美味しいですよね、アサイ美味しい、アサイ美味しい、いや、うまい、ちょっと僕アサイとこれね、うん、混ぜたら美味しいんちゃうか、混ぜますかキウイとキウイとミックスジュースのように、なるほど、ちょっと飲んでみたらいいんじゃないか、確かに贅沢だね、どうですか、あ、これ美味しいですね、うん、これ美味しい、あ、確かに、うん、こっちの方が美味しい、甘さがねこっちの方が美味しい、甘さがこう、うん、半減されるぐらい、うんうんうん、こっちの方が美味しい、佐藤さんミックスします、うん、するするミックスジュースになったもんね、そう本当にミックスジュースになる、これね、なんてね、なんとその、うん、今までの収録の中でさらに一番いいことが冷えてるんですね、飲み物、うわ、これ冷えてる、結構冷えてるんですよ、そうなんですか、今までぬるぬるだったんですけどね、はい、ぬるいとね、まあまあこんなね飲み物の話をしてもあれなんですけど、そうなんです、岡田君の話をちょっとね、いろいろしたいんですけど、はい、ここからはもう岡田義則さんとモンハンにまつわるお話を伺っていこうと思います、はい、お願いします、まずはですね、それは僕が仲いいって言ってたので、うん、まず僕と、まあ、あのお会いした初めてお会いしたきっかけっていうのを、うん、あの覚えてます、あれですね、あのコマーシャルの時の CM です、ね、CM の時にサードのね、サードの CM で、焼肉屋さん、焼肉屋さんで、あー、はい、見ました、はい、見ました、うん、見ました、はい、三浦春馬君と一緒に、春馬君と一緒に ね、うん、あれはどこだったかな、銀座の方でしたっけ、銀座の方のなんかビルの何階、そうですよね、確か、うんうん、で僕その時初めてお会いして、でもう全然面識なかったんで、そうですね、当然、はい、でまあ、緊張するじゃないですか僕も、そうですよね、なんで、まあ、収録してるところと、うん、まあ、僕らの控え室で見てるところが別のところだったんです ね、はい、でちょうどその出た時にエレベーターの前で岡田君に会って、そうですね、でその話したんですよ、うん、その時に言い始めて、うん、結構やってるんですか、うん、みたいな話 でそのプレーをやってますよっていうことをそこ話をして、そうです ね、でなんかいろいろ話してて、その後に大阪ですね、ですよね、はい、大阪でもちょっとお会いしましたね、そうですね、うん、すれ違いでしたけど、そうですね、はい、そうですね、で、うん、結構ね、なんか電話番号とか交換して、そうそうそう、で仲良くなったんですよね、レクトリーをさせてもらってね、うん、なるほど、で、うん、2人で実際プレーとかもされたんですか、あの何の時だったっすかね、企画では ね、どんどんやりましたね、あの大変な企画があったので、 それは後ほど聞いてください、はい、ね、じゃあちょっと岡田くんのモンハンのところですけど、うん、はい、モンハン始めたきっかけ、きっかけ、この結構前にはお話ししましたよね、そうですね、その、うん、プレステの時代でしたよ、そうです、そうです、PS2 の時ですね、 PS2 の時からやってる、1からやってるんですよね、ほうほう、はい、だからそのあれ何年だ、2004年だから、うん、2004年だからもう8年9年ぐらい前から、うん、1回やってくれてるんですよ、うん、ええ、その時はオンラインをやってたんですよ、オンラインはやってなかったやったんですよね、はい、オフラインで、オフラインでずっとやってて、レウスがすごい強いですよね、あの時ね、レウスがすっごい強かった、そうですよね、そっからずっとやってますからね、うん、長いっちゃ長い、だってあの CM でもプレイ時間、うん、総プレイ時間って出てたじゃないですか、うん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 、あれ見てすごいびっくりしたんですよ、そうそうそう、何百時間とかっていうレベルじゃなかったですよね、そうですね、うん、ほぼ家にいたんで、はい、家でずっとゲームをしてましたよ、1000とかでしたよね、1000は超えてましたね、4桁だったのでそんな人もいるんだと思ってびっくりしましたけど、うん、いや僕もですよ、岡田くんそんなにやってんのみたいな話をしてて、家帰ってはもうすぐゲームつけてっていう、うん、朝、まあ、下手したら朝までもやっちゃってるぐらいですからね、そうです、そうです、岡田くん寝ないんですよ、寝ない、でも、ね、寝なきゃダメだよゲームは2時間したら休憩だよ、いや本来はね、本来は、本来はそうですけど、そうそうそう、ね、へえ、そうそう、岡田くん本当寝ないという、ね、でもたまに寝落ちよくやってます、あ、そうなんですか、オン
本題になってからは友達のことやってると、急に僕が動かなくなる寝とるなと、そう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 、あら寝とるなというところですね。そういうのよくありましたけど。そうなんです、ね、であとは使用武器ですね。僕聞いてて、なんですか、まずガンナーですね。そうですね、ヘビーですね。最初ヘビーから入って、はい、でライトボーガンになって、はい、うん、それから体験ですかね。体験ですよね、はい、そうですよね、うん、そういう結構そのガチなやつが好きなんですか。が最初はあの遠距離が好きだったんですね、うん、そのガンナー系、そうそうそう、うん、近づかない、怖いから、はいはい、そうですね、大きいし、うん、だからね、そのガンナーでどこまでやれるかっていうのをやってたんですけど、うん、はい、そこからもう本当キリに行きたくなった。ああもう、なるほど、近接で、なるほどなるほど、なんか羨ましくなってみんなまあ外から見てて、うん、あれじゃあ初代っていうかワンの時もガンナーでやってたんですか。ワンの時はいろいろ使ってました。その時は、ああそうなんですね、うん、なるほど、もう目移りしていろいろ使ってたんですけど、いや岡田君本当にね、その最近体験ですよね。最近もずっと体験、体験ですよね。今回の僕に限っては、うんうん、使用武器多分ほとんどゼロですね、他の使用武器が。ほう、はい、体験オンリー、体験がもうバーッと伸びてて、あとはもうゼロのやつもあります。どうしたんですか今回、なんで体験に。もうなんか叩き切るっていうのをもう極めようと思って、はい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 、そこからですかね。へえ、うん、いや岡田くんってすごいそのアグレッシブな狩りをする、ね、狩りをするんですね、ですよ、うんうん、なのであの結構ねガリガリガリ、あんまりねやってる時はねそんなに喋らないんですけど、うん、ガリ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 行くんですよ。あでも私もあの一狩り行こうぜっていう、そうですよね、はい、テレビ東京の番組で、ね、あのサードの時から一緒だったんですけど、はい、やっぱり一番頼れるのは岡田さんだなそうあのねなんだかんだ言いながら岡田くんなんですよ、ね、あのアメザリはね喋るけどあんまり頼りにならないんであ多分そガンナーをやってたからっていうのもありましたよ絶対に。そうですね、うん、ガンナーやってると周りを見なきゃいけない。確かに、そうですね、視野がちょっとずつ広くなるんで、うんうん、一番リーダーっぽかったっていう感じはありますよね、うん、その話しましょうよ、うん、ひと狩り行こうぜの話。あ、そうですね、いいですよ。あれ、まあ、あのアメザリさん2人と、はい、ちゃんと岡田くんが、まあ、MC という形でいろんな企画して、あのあれなんでなんて言うんですっけ、モンハンデートみたいなやつやりましたよ。やりました、ハニカリデート、ハニカリデート、ハニカリデート。あれどこ行ったんですか、はい、あれね、あれ、荻窪にある、荻窪にある蜂蜜屋さん蜂蜜屋さんに行って、僕ね、あそこね、はい、あ、そうだ、他のとこにもあるんですよ。あ、あるんですか。だからそこにたまに買いに、うん、あ、それ以降ハマってるんです、うん、あれどういう感じなんですか。男女でやっぱりやってる方もいると思うから、そうそうそう、どうやったらこう2人で男女でうまく仲良くやれるかっていう企画だったので、そうです。でその後あのカプコン の、うん、あのゲームセンターに行って、うんうん、いろいろ UFO キャッチャーを、ね、はい、取ってもらったりとか、うんうんうん、あとあの私初めてヘビーボウガンを使ったことがなかったんですけど、うんうん、その時岡田さんに初めて使い方を教えてもらって。あ、そうなんですか。はい、すごい教え方上手で、うん、あれでも面白かったですね、あの番組。そうですね、面白かったです ね、 ですね、また復活してほしいな、あれしたいです ね、 ね、 ね、面白いのが いっぱいあったね、面白いことが。そうで、やっぱりこう4人でやっていく中で、うん、どん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  チームワークが毎回良くなっていって、もう最終回なんて本当にもうチームワークの賜物みたいな。トーナメント戦とかね。そう、トーナメント戦で奇跡的に決勝に行ったりとか、うんうん、あれトーナメントって萌ちゃんと岡田くんが組んだんですよ、あの時。そうです、そうそうそう。あれどこまで行きました。それで私と岡田さんと勝ち上がっていって、そう、勝ち上がっていって、ですよね、はい、ですよね。で最終的にアメザリさんが勝ち上がってきて、勝ち上がってですよね、レギュラーが4人で戦ったっていう、決勝したっていう、素晴らしいね。そうですね、最後めっちゃいいんですよ、なんかねちょっと泣けるぐらいのね。でそうそうたるメンバーなんですよね、すごい、参加してる方も、ね、関ジャニ∞の皆さんとか、うん、ほんと強かったんですけど、うん、あれの最後もまたね、あの萌ちゃんのあのあれジンオーガルだったっけ。あ、ジンオーガです。3発ぐらいをね奇跡的にかわすかわすっていうそこ抜けるかみたいなそこを抜けたっていう、あれはすごかったです ね、あなた番組始まる前素人やったやんみたいな、ね、そうなんです。いや5時間ぐらいしかやったことがなくてそうなんです。やっぱ周りに上手い人がいるとね、本当上達もすごい早いなっていうのを、ね、改めて思いました、はい。ね、そして岡田さんといえば、うん、そうそうそう、ウェブ上で展開していたウェブ特別講座、それです、ね、岡田義則の極狩り G、はい、これどんな講座だったんですか。修行です。修行、うん、あのウェブには中級者向けって書いてあるんですけど、中級者向けですけど、過酷なす自分との戦い
自分と自分との戦い、モンハンとの戦いっていう企画でしたね。結構大変なこともあったんですよね。一番最初が、うん、これあの極狩り G って書いてますけど、そうそう、普通の極狩りもあるんですよ。そうそう、極狩りから極狩り G になる。だから2回やってるんですよ。そうなんですか。極狩りはなんかいろいろサードの時ですね。サードの時ですね、はい、あれは何を、神王がですね、壁玉だ。壁玉何個集めたんだっけな、あれ年齢、そうそうそう、年齢だ。34個。この企画は本当すごくて、あのその極狩りの時に、はい、その岡田くんがあのモンハンで何かやってくれるよって話になって、うん、じゃあ会いに行きましょうって話して、うんうん、企画も全部そこで決めたんです。そうそうそう、へえ。タイトルもそこで決めたんですよ。そうなんですか。タイトルもそこで決めて極狩りでっていう。いやでもひどいですよ、うちのスタッフ。ほう、岡田くんと僕らのとこ、まあ、2つリティングルームに入れて何やるか決めてくださいそうそうそう丸投げマジかとか言ってでも最初ね、やっぱあのもう10個ぐらいでいいんじゃないか、そうそうそうです、ね、って言ってくれたんですよ、吉田さんが。でも、いや僕は自分の年だけ取ります、うん、これ1ヶ月でね、1ヶ月だってその間もお仕事してて、うん、もちろんもちろん、ね、で、うん、それでやって合間にやってるわけですか。もうね、お友達ですよ、神王が、ね、ずっと友達と友達になっちゃってずっと友達になっちゃって、あれ、あの時舞台やってる、ドラマやってたっけ、舞台とドラマをもう両方やってたんだ、ね、のその合間でね、その合間で、で、極狩り陣も、トライ陣の時にやってたんです。また陣王がですけどね。また陣王が。陣王はアッシュです、ね。アッシュです。今度はアッシュの方。大岡田君で言えば陣王がという、ね。アッシュも友達になりました。そうですか。友達増えましたね。まだあれから、あの時、僕、その時も30個ぐらいやるって集めたんで、言ったんですけど、その時は結局やっぱ、本当に難しくて、うん、11… でしたっけね。11に、まで減らしていただいてやったんですけど、はい、最後は吉田さんとみんなで最後の1個取るっていうのをやったんですけど、奇跡的に最後の泣きの1回ぐらいで取れましたね。そう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 なんですか。今回その期間中ね、岡田君インフルエンザになった、そう、インフルエンザになったとか、なんかいろいろあってでもあれからまだ集めてますからね、僕まだ集めてます何個集めるんですか。80、90ぐらいはもう足だけですごいです、ね、何が一番かわいそうかっていうと、うん、マネージャーの人なんですよ、はい、マネージャーの人もそれにつられて陣容がばっかりやらなあかんマネージャーのでもだいぶ上手くなりましたね、はい、僕のマネージャーも。びっくりしますね、あの方も、あの方もだけどマネージャーさんも本当に上手くなって、はい、初心者、本当の初心者でゲームとか私と同じぐらいですよね、うん、本当にもうゲームすら やったことない、あんまやらない、うん、さっきデータ見たら300時間になってますよね、はい、一人で仕事ことかやるそうなんですか、はい、いろんな方を巻き込んでやってこられたということなんですね、はい、まあ、そういうね、その岡田君のそういうね男気があるというか、そのね、あのまあその初めのやつも、まあ、10個企画的にはぶっちゃけ、うん、まあ、10個ぐらいで収めときましょうやって済むじゃないですか、はいはい、で34にしたのは自分の年に合わせたんですね、年にあの時34歳なんで34にしますって言い出して、うん、マジっすかって言ってくれ、覚えておきますよぐらいな話で、で2回目の極狩り G の時は、1回目の時はクリアしたら、なんか グッズ分けみたいな、グッズをいただくっていう、で2回目の極狩り G の時はクリアしたらこのプレゼントっていうものがあったんですけど、うん、それは次回放送の時に何をやったかということを、どういう風になってるのかっていうのはちょっと言いましょうかね、分かりました、次回の方がいいみたいですけど、はい、じゃあ次回を皆さん楽しみに待っていてください、はいはい、というわけで、うん、まあこんだけ話したんで、うん、ちょっとねゲームもやってみて岡田くんの腕を皆様に見せつけましょう、ね、借りたくなってきましたね、というところで、はい、今回この部屋に HD バージョン、うん、用意させていただいてます。はい、モンスターハンタートライ G HD バージョンです。はい、これね HD バージョンね、これはね12月に発売したんですけど、はい、ちょっとねいろいろその時から比べてもボイスチャットができるようになったりとか、あのハードキーボードって言ったらいいですかね、その普通のキーボードを、うん、使えるようになったりとか、うん、いろいろ、まあ、さらにアップデートというか追加とかもされていっているんですね、これね、はいはい、なんでこれちょっと一回やってみたいなと思います、はい、そうですね、はい、しかもここからは動画配信で狩りの様子を皆さんにご覧いただけますので、はい、ぜひそちらも楽しんでください、はい、一
一つだけ注意があるんですけど、はい、なんと岡田君はですね自分のセーブデータを忘れたと。何セーブデータを、あ、まあ、あのさっきも、ね、お話になりましたけど、はい、僕のマネージャーさんがどこまでやったかっていうのもありますから、あ、それを見せるために、あ、それを見せるために今回は、ね、なるほど、ええ、はいはい、僕のマネージャーのデータを、ね、はい、なるほど、勝負をかけてみようと思います。わかりました。というところで今日はから今日はね岡田君は松さんというキャラクターで、松というキャラクターで行くことになりますので、はい、じゃあやりましょうかこれね。じゃあ早速行きましょうか、うん、何か行きたいクエストとかありますか岡田さん。え、これですか。何でもいいですよ、うん、マネージャーのデータですもんね。だってね、もうこれマネージャーさん何行きたいか、もうこれでも僕は難しいの行きましょうよ、ね、難しいの行きましょうよ。あ、でも陣王だでしょ。陣王が行きましょうか。友達行きましょうよ。友達でしょ。友達やっぱ一番大好きな、うん、僕の友達このミックスジュース美味しいわ。このミックスジュース美味しいですね。行きましょうか。はい。はい、じゃあ行きまーす。お願いします。はい。はい。パフー。パフー。さあ、岡田くんが苦労した。大きいん。ビューね。初めてですか、ビュー。はい。あらあらあら。うわ、そうだ。それ俺、飯食ってなかった。あら、よいしょ。どこにいます？あ、ここいます、ここ。ああ、ちょっと。どこだろう。2頭とも来たぞ、これ。こっちですね。よいしょ、よいしょ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。あぶね。すみません、僕ずっと一人なんですけど。今行きます。今行きますよ。採取とかしてませんか。採取もしてないんですけど。もうどっちか迷ってるんですよ、今。迷ってます。そっちじゃないよ。すみません、ずっと一人なんですけど。あれ。俺も今ね、軽く迷ってるの。マルチプレイですよね。そう、多分マルチプレイ。マルチプレイですよね。多分大丈夫。大丈夫ですか？うん。やっといた。やっといけた。やっときた。やっときた。よいしょ。お、いたいたいた。いたいたいた。あー、赤い。赤い。ビッグ、怖い。このジンヨガのポイントを教えてくださる。これは結構近接がいいですね、うん、ほうほう。あんまだから離れない方が、うんうんうん、ナイス先行だ。なんかいいと思います、僕は。危ない危ない危ないよ。よっしゃ、はいはい、頑張りましょう。ごめんごめん、はい、いや、そうです、全然喋ってなかったですね。全然喋ってなかった、真剣になっちゃった。真剣になっちゃった、なかなかこのあれなんですよね。お、岡田君、最近は忙しいですか？最近ですか、うん、最近ね、それがね、そんなに忙しくないんですよ。あらあら、珍しい。そうなん、まあ、忙しいですけど、なんていうんですかね。あ、2匹来ちゃいました。来た？はい。あった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 。おー、怖い怖い怖い。怖いですよ、もう1匹も怒ってる。本人とかね。ドラマが忙しいですか？ドラマっていうか、ドラマ忙しいですけど、うん、なんあ、ふんじゅありがとうございます。はい。ないです。僕は僕じゃないです。危ない。お、ナイス先行。ナイス先行。俺が危ないですね、これね。ちょっと一回俺、これ、待って。すごいコントローラーになれない自分が悔しいな。危ない。すごい効きがいい。危ない。岡田君ってもともとゲームが好きだったんですか？大好きですもん。へー。ゲーム世代？ゲーム世代、ね、ファミコン世代ですか？ファミコン世代です、最初は。おー、やっぱり。もうじゃあファミコン世代とかわからないです。わかります。私もファミコンからですよ。あ、本当？うん。あ、なんか。よし、両方やった。ナイスです。やったっす。闇といる怖いですね。ねえ。今まで人生の中で一番好きだったゲームって何ですか？人生の中ですか？はい。何ですかね。一番終わりがないゲームが好きでしたけどね。ほうほう。終わりがないゲーム。うん。なんか。パズルゲーム的なものは苦手だったんですよ、ずっと。ああ、そうなんですか。はい。へえ。やっぱアクション？そうですね、アクションはすごく好きです。へえ。RPG とか。確かに。あ、そっち行きました、みんな。俺一人ですね、今。ですね。ですね。ですね。はい。大丈夫ですか？危ない。危ない。よし。そっちですね。よいしょ。あ、ここか。この距離感。落ちろ落ちろ。いや、そろそろ。あ、こっち落とし穴仕掛けてあるよ、こっちだよ。あ、これはね、
あ、逃げちゃうパターン、ね、あるあるパターン、あるあるパターンですね。仕掛けた途端に、はい、ここに、まあ、待ってるともう一頭来るか可能性もありますね。今2頭まとまっちゃってます。面倒くさいことになってますね。なんかあ、来たかな、来た、ナイス、いいっすね。これ来たのはいいんですけど、ものすごい効率の悪い借り方ですね。頑張ってください、頑張ってくださいじゃないですね。行きますよ、行きますよ、はい。まさか、でもさっきからすごいアイテムを間違えますね。あ、一人でよかった、全部萌えちゃんが当たってくれた。ひどい。あ、また間違えた、ずれてる、一個慣れるまでね、ちょっとね。そうですね、でも大丈夫です。よっしゃ、さあ、よいしょ、よし、よいしょ、いい感じですよ、罠。よいしょ、すごいこの自分の不甲斐なさを今感じます。不甲斐なさを。俺そういえば岡田くんはコーラ以外飲んでるの初めて見たかも。コーラとコーヒー以外。確かに、いつもコーラのイメージ。ね、こっちかねえか。よし、大丈夫か。ほら、大丈夫っす。おりゃおりゃ、もう一つ、うん、仕掛けちゃいます。お、しびれ、あ、しびれ、あ、大丈夫、こいこい、おかくん何かいないと思ったらね、うん、もう一匹の方行ってました。おかしいな、もう一匹の方行くと動画配信の方で岡田さんの方を見る。そうですね、そうそうそう、じゃあちょっと集中されますよ。じゃあそっち行きますよ、まえちゃん。あ、ごめん、大丈夫です。今のうちにこっち倒しちゃおう。じゃあ今行きましょう。今会いに行きます。倒しちゃおう、倒しちゃおう。なんかあった、そんなの。来た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 よ。やばいやばい、おお、勝ってしまいましょう。そうですね、行っちゃいましょうか。よいしょ、お、ナイス、ありがとうございます。弾くなバンバン弾いてバンバン弾いてもお構いなしで僕は行きますけど。お、やばい、開いた、開いた、開いた、お友達、僕の危ない、ああ、お友達が怒っている。そうですね、私はお友達に。ごめんね、萌えちゃん。出た出た、大丈夫です、出た出た、萌えちゃんの得意な。この前もそういう壁際でやられてましたね。壁際でやられてました。よいしょ、よいしょ、いい感じ。やばい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 、もっとも切れた、危ない危ない、これ結構危ないよ、これ危ないですね。もちゃんどこ行くの。あ、ちょっと回復してきます。よいしょ、よいしょ、あ、危なかった、今結構暴れてますよ、はい、危なかったですよ、僕も。こいつなかなかしぶといな、ほんまに。ほらほら、あ、ごめん、ナイスです、ナイスです、ナイスです。これ回避ですね、これあるある回避、あるある回避。ぶっ飛ばし回避。そうです、なんか壊れた。おお、よいしょ、よいしょ、ここだけ、これで、よいしょ、よいしょ、あ、いい、ゴロンした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 、かわいい、かわいいよ、かわいいよ、今だよ。よいしょ、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 あ、スタミナも切れてるし、一気に、もえちゃん頭よろしく、あ、いい、一気に行きたい、これ尻尾だ、弾くな、あ、ごめん、おお、大丈夫です。おお、尻尾が長いね。よいしょ、よし、ナイス、いいよ、調子いいよ。結構時間かかってますね。かかりますね。僕、まあ3人っていうのもね、ありますからね。これ。いって。このすごい弾かれるのが悔しいところはもう。あれ。僕は気がつけばもう回復グレードがなかったな。マジですか。それでなんか頑張るしかない。おほー。よし、じゃあ僕も参戦しています。よしよし。罠行きやす。大丈夫。やめてやめてやめて、これ絶対に俺でした。おー、ナイス、ナイス、行こう行こう、イエイエイエイ。ジンオウがね、アッシュがね、僕結構好きなんですけど、ね、カラーリングはね、かっこよくないですか。カラーリング好きですよ、ね、この悪そうなやつの
この前に。この前に。ああ。いかれた。こっちおいで。やばい、絶対俺のとこ来る。ほら、来た。この時に近づいておくといいんですよね。ああ、なるほど、なるほど。うん、さすがお友達。そうすると自分の。あ、でもでも、痛い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 。自分で。ゴロンした時に。ゴロンした時に。お、行くかった。取れなかったね、意外と。早っ。早いですね。早いですね、だいぶ。おっと、頑張れ。体勢がついちゃってる。やばい、これ俺の方に来るな。ほらほらほら、頑張れ。よし。これ、これ。かなり怒ってる。これ、これ。行って。すごい、面白い。結構かかるぞ。長い。上がった、そこだ。結構かかってますね。いやこれは重いのか重いのかちょっとやばいですよこれ、ね、これはダメですね。これ細谷さんに見られたらだいぶ怒られるパターン。これすごい怒られるパターンだ、ね、これ。あっちをかけましょうか。そうです ね今のやつをかけましょうか。はい、もう一匹来ちゃいます。ペンキを消してる。なんかあ、でもだいぶペカペカしてます。うん、ペカペカ弱ってます。それペカペカって言うの。ペカペカ。ここで肉を食う。俺は何をやってんだろう。危ない危ない、やばいやばいやば い、やばい。私落ちちゃった。ああ落ちちゃった。あらあらあら、あーごめんなさい。まあまあまあ力尽きました。ひどい話ですもんね。一人やった。ああやばいやばいやばい、俺もやばい俺もやばい。ここに一発飲んどいて、ちょっとペカペカして。痛い痛い、ペカペカって何。うわーとっとっとっと、頑張りましょう頑張りましょう頑張りましょう。これねもう言ってる間だね、こいつはね。このいい、いい感じの。やばいやばいっすか。あ、やばい、やばい。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ギリビビったー。違う、こっちじゃない。だいぶ腕落ちてるぞ、これ。落ちちゃってますか。落ちてるっていうか、コントローラーキーの、そうです ね相性もあるんじゃないですかね。わお。最近だから、仲良くしなかったら怒ってるんですよ。そうですね。かもっと構ってよ、うん、危ない。この寂しかったよ。結構やばい。大丈夫か。舐めてたな、久々にやったら陣王顔。いやー強いねえ。あが舐めてました。そうですね。そうだ、この子、こいつの装備集めに。あ、いったー。よく怒るっていうのを忘れてましたね。おー、おーやりました。うわ、やったけど私最後に食らっちゃいました。最後に。おし、これで一つ。よしよしよし、一狩りしましたよ。行ってきます。そういえば帰れま10っていうのもやったんで。帰れま10やりました。帰れま11ですね。あ、11か。やりましたね。はい、11だ。あれ大変だったな。リンを11個、うん、あれすごいね。あれも時間かかりましたね、うん、あれはね。12時間なんか、なんだかんだこう12時間12時間ね。12時間やってました。うん、すごいやりましたよ。入れ替わり立ち替わり人が変わってずっといたよ俺は。そうです、岡田さんは最初から最後まで本当にもう、うん、ずっといたよ、ずっといたけど、あの時も陣王がやったっけ。そうですね、なんかあれやもんね、あの気晴らしに他のモンスターとか言ってましたもんね。なんかこう、そういうのが出るんじゃないか。あー、ちょっと一回無視して原価すぎでね。うん、そうなるってたな。あっこからでも始まったんですよね、あの極狩りのね。結局ね、そこでもっと面白いことをやろうっていう話になったんですよね。うんうんうん、そう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。マナーを結構使い切っちゃった。同じっす。ゴー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 。あ、私なんか採集してる。よっしゃ、頑張れ。よし。あ、よし。よいしょ。あれ、え、あれ、なんでなんで、あれ？もうじゃ持ってかれたね。持ってかれたね。完全にやられちゃいました。あれ？あれ？あら。まさかの何岡田さん、何おやつ食べてるんですか。何あれ、失敗クエスト。いや、すごいですね。食べよう食べよう、食べますか。ちょっとね、うん、いやこれ失敗した人なかなかいないじゃないですか、ね、なかなか悔しいです ねこんなこともあるんだ。あるんですね。
いやなんかあれですね、うん、厳しさをやっぱまた知るっていう。確かにあの、うん、もうねだいぶ発売から経ってるじゃないですか、はい、で、うん、その毎回クリアしてても、うん、逆にジンオーガの凄さをここでもう一回ね皆さんに思い出してもらおうと、はい、そうですね、いう回ということで許していただければと。今度僕あのじゃあ今日悔しかったので、うん、シャミエルかなんか送りますね、スモトさんに。また、ええ、うん、40個ぐらい貯まりましたってこれちょっと悔しいんで僕。悔しいですねこれは。いやじゃあ40個貯まった時あのシャメもらってあのそれをまたこの番組に持ってきますんで、うん、証拠として、ね、全然、はい、僕ちゃんとやりますからね。いやまさかの展開ですが。本当ですね。これねなんか動画配信してほしくない感じかな違う人の画面で動画配信できませんかねこれ。いやいや岡田くんのラストラスト、いやお願いします、うん、お願いします。いやでもこれでまたね、うん、あのこの悔しさをバネにまたちょっと狩り魂みたいな火がつきました。若干僕のテクニックも一個あるんですけど、カメラの方向を変えないで切りに行くっていう、勘で切りに行ってるんですほとんど。あそうなん、はい、回って方向を変えないでもう横に回ったらそのまま切っちゃってるんで。へえ、それはでもじゃあ動画のね見てる人はね分かるんですね。何回かは弾かれてますけどじゃあじゃあまあね皆さんそういうところもね、気にしていただいて動画の方を見ていただけたと思います。はいはい、はい、というわけでうん、うん、こういう結果に終わってしまいましたが、うんうん、いきなりみんなで一狩り行こうぜのコーナーでした。はい、そんな名前やったよね。そうやね、はい、トライGが大画面 HD 画質 5.1 チャンネルで楽しめる。インターネットを通じて遠く離れた全国の狩り友と協力プレイが可能。しかもチャットで戦略を練りながらプレイできるので全国の狩り友たちと楽しく狩りまくろう。 Nintendo 3DS 版とのセーブデータの共有やローカル通信での協力プレイなど連携機能も充実。モンスターハンタートライGHD バージョン好評発売中。さあついにエンディングですが、なんと岡田さんは次回の番組にも遊びに来てくれるんですよね。はい、そうですよ、次回に来てくれますよ、ねね、どうでしたか両蔵の部屋1回目。悔しいです。悔しさが残りますね。悔しいです。じゃあ次回そのリベンジを果たしにぜひお願いします。あんだけ仲良くなったジンオーガでもあんまり遊んでないとやっぱり怒ります。そうですね、寂しがり屋だった。マミに連絡はしましょう。そうですね、はい、はい、さあこの番組ではメールを募集しています、うんうん、番組の感想ご意見ご希望、うん、そしてモンハンにまつわるいろんなことなど何でも結構です。良三さんに知らせたいことや質問なども気軽に送ってください、はい、僕送ります今回のプレスの番組僕送ります。40個集めたよっていうのをメールで送ってくれれば、はい、ご紹介もしましょう。ご紹介していきましょう。はい、そろそろお別れの時間です、はい、今回のお相手はカプコンの辻元と福田萌恵とゲストの岡田義則です。はい、ではまたお会いしましょう。良き人生と良き狩りよ。モンハンラジオ良三の部屋、この番組はカプコンの提供でお送りしました。